それではただいまより生田丸さん金代表取締役社長池内秀樹より皆様へ GM 兼監督辞任に関するご説明をいたします。池内社長よろしくお願いします。本日は雨の中、キックオフの1時間前にもかかわらずお集まりいただきありがとうございます。この度 GM 兼監督の上野山が辞任し、3月31日にクラブから発表させていただきましたが、その際情報の発信が少なく皆さんに不安な思い、クラブに対する不信感、そんなことを持たせていただいてしまったことをお詫びいたします。本日14時キックオフを迎える前に辞任に至った経緯をご説明させていただきたい、そう思いお集まりいただきました。本人より話があったのは、先週末岐阜戦の終わった直後です。私に話があるという形で、翌日、またその翌々日、2日間かけて話し合いを行いました。辞任の理由については、成績不振に対する責任を取りたいというところであります。たくさん点を取って勝つ、それを掲げながら2試合終わって無得点、ファン、サポーター、スポンサーの皆様の期待を裏切ったことに対して大きな責任を感じているというふうに申しておりました。それでもまだ2試合早すぎないか、そのことに対しては、昨年1年間 GM という形でチーム作りに関わってきた、昨年の成績に対する責任も感じている、今季 J2 昇格というミッションを引き受け監督に就任した、それにもかかわらず2試合の結果も踏まえ、今シーズン残りの期間、まだまだ長い期間がある中で、後任の監督にチームの立て直しを託す、そのことがクラブにとって一番いい選択肢であるということが本人のGM としての考えでした。私自身、本人の監督辞任の意思が固かったので、 GM として残れないか、そのことについても十分話をしました。このことについては、GM の自分が現任の監督、それに対して交代すべきだと、そういう評価を下している、その自分が GM となって後任の監督を評価する、それは筋が通らない、きっぱりとけじめをつけたい、それが GM も辞任したい、
辞任の理由でした。私は常々クラブのスタッフ、選手に対してもチームの成績、これは監督、選手だけの責任ではなくクラブの総合力の表れだと、そういうふうに申しております。今回のこの件につきましても突き詰めれば私自身の社長としての責任であります。そのことを痛感しております。ただそんな中でもクラブのことを心配し、本当にこれから大丈夫か、どうなっていくのか、そんな風に心配しつつも応援をしてくださるたくさんの声をお聞きします。今私がやるべきことは、新しい監督をしっかり選任し、チーム、クラブの立て直しに取り組むことだと思っております。今日この私の説明でどれだけの方が理解してくれるか分かりませんが、今日14時のキックオフを迎える選手、コーチ、暫定監督の西村は精一杯力を出し切って戦い抜くと、そういうふうに思ってくれていると思います。その前に皆さんの不信感、心配する気持ち、それを少しでも取り除けたらと思い説明させていただきました。クラブ、選手、スタッフ全員で前を向いて精一杯チームの立て直し、クラブの立て直しに取り組んでまいります。どうぞ力をお貸しください。前を向いて進んでまいります。どうぞこれからも応援よろしくお願いいたします。